真珠の首飾り作戦の関連地図。赤丸が中国の青丸がアメリカのプレゼンスや基地を表している。真珠の首飾り戦略とは中華人民共和国の海上交通路戦略である。古くからシルクロードの一部であったインド洋の海路は近代中国発の外洋海軍を目指す中国人民解放軍海軍が戦略的な関心を持っている。 戦略的超クポイントである、バブエルマンデブ海峡、マラッカ海峡、ホルムズ海峡、ロンボク海峡などを通っている。この表現は、アメリカ国防総省部内報告書のエネルギー、フューチャーズ・イン・アジアで使われていた。真珠の首飾りは、中国の南シナ海、マラッカ海峡、インド洋、ペルシャ湾までの港と空港へのアクセスの増加のための努力。 特殊な外交関係の構築、近代化した軍事力の伸長を通した地政的な影響力の向上の兆候を表している。クリストファー・パーソン、中国の国家主席古近東は、中国の海軍戦略のゴールを、調和の海、中国は派遣を求めないし、他国との軍事力拡大や軍拡競争も求めないとしている。しかし、いくらかのインド人は、 真珠の首飾りはインドを軍事的な不利益に押し込めると感じており、これに対するインドの大戦略の喪失は中国にインドよ沿岸諸国との関係の拡大を許していると考えている。香港からポートスーダンまでの海上交通路は中国の未来のエネルギー安全保障に関する論争の原因となっている。中国は世界最大級の石油消費国、 石油輸入国である。中央アジアでは、シングレート、ゲームと呼ばれる、米英やナトウ諸国と、中ロ陣営による中央アジアの油田やガス田の利権をめぐる争いがある。西部大開発を掲げた中国は2009年に、カザフスタン、中国間石油パイプラインと、中央アジア、中国間ガスパイプラインの建設を完了している。このパイプラインは、 中国カザフスタン国境から北カスピ海まで伸びている。このパイプラインの建設によって中央アジアの油田やガス田から石油が送られるようになった。中央アジアの地形が険しくアクセスしにくい領域やアルカイダなどのテロリストの存在は石油やガスのパイプライン輸送に障害となっている。9.11以降中央アジアには米軍が駐留する一方で 中央アジアは、上海協力機構加盟国でもあり、アフガニスタンでの米軍の数の増強は中ロにとって、安全保障上懸念材料であり、ロシアとグルジアの南オセチア紛争は、バクルトビリシジェイハンパイプラインを危機に陥らせている。中央アジアの軍事的成長の障壁に対抗するために、中国は、パキスタンのグワーダルに、大規模深み港の建設を始めており、 これは中国がインド洋やペルシャ湾での海軍作戦の戦略的な足掛かりを得るために期待されている。この港はアフガニスタンを通る中央アジアのガス田へのパイプラインの下流ハブとしても働く。また、アフリカ西部から15%の石油を輸入しており、スーダンにとっては2つの石油生産企業の最大株主で石油の最大輸出相手国であり、イランでは 油田やガス田を開発するために長期契約を行っている。2007年にダルフール紛争でアフリカ連合とスーダンのオマルバシール政権に影響力を持つ中国の主導により国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団が編成され2008年にはソマリア沖の海賊に対して中国人民解放軍海軍の艦隊を派遣して 県軍以来初の実任務害要遠征を行い、中国の外交方針はより直接的なアプローチへとシフトしており、2011年には中国に打診してきたセーシェルにも軍事拠点を設けることを検討し始め、2016年に PKO の補給を理由にジブチに初の海外基地を設置することになった。ダビッド・エシェルは香港ではなく、 中国の海南島の海軍基地を真珠の首飾りの最初の地点としている。また、栄光島には航空基地も存在する。中国はギリシャ、イスラエル、モロッコ、スペイン、イタリア、ベルギー、コートジボワール、エジプト、パナマなど世界各国で港湾の獲得を推し進めており、インド洋ではモルディブのマラオ、パキスタンのグワーダル、バングラデシュのチッタゴン、 ミャンマーのシットへ、オマーンのドゥクム、カタールのハマド、タンザニアのバガモヨ、ケニアのラム、スリランカのハンバントタ、オーストラリアのダーウィンなどの港に中国は影響力を持つ。ヘリテージ財団のディーン・チェンはアメリカはインド洋での中国の影響に対抗するためにインドと協力する必要があると述べている。学術誌アジアンセキュリティの2011年の夏の記事で、 海軍分析センターの二連手サマラナヤ家は、初めて、中国とスリランカの経済、軍事、外交の体系的な分析を実施した。スリランカのハンバントタコも議論された。ダニエル・コステカは、インド洋の基地は、軍事インフラがなく、戦時に守りにくいため純粋に商業的なものであると、主張している。ありがとうございます。